ばんざーい。今日はオンライン楽市楽座で全浴衣でだったので、すごく結婚式の人みたいになっちゃったの。気合入って、そう、今日今は気合入ってる。お洋服が素敵ね。そう、なんかね、そう、服髪型のせいですごく結婚式これからみたいな人になっちゃった。 HK さんこんばんざい。ちりちゃん、あいまるこんばんざい。じゅんやさんこんばんざい。というわけで、まあ少し公式ルームも配信するんですけど、この後にね、まいかちゃんとくーちゃんもあるので、ちょっと今日の公式ルームはささっといつもより少し短めになるんですが、配信をします。友達の結婚式ね、そう、本当に友達の結婚式帰りみたいになっちゃって、ちょっとなんか場違いみたいになっちゃった。ひだまめこんばんは。雨は大丈夫でしたか？大丈夫だった。思ったよりもそんなにね、どしゃどしゃ降ってなくて。あのちゃんこんばんは。こんばんは。ありがとう。ゴージャス。そう、なんか服装というか、もうこの髪型ですごくゴージャスというか、本当結婚式の帰り道の人みたいな。今から結婚式行くんですかっていう人になっちゃったんだけど、そんなことない。なんか浴衣だけど、なんか髪の毛だけ和というか洋っぽくなっちゃって、ちょっとなんかしくったかなと思った。ピーダマさんこんばんざい。目かわいい。キラン。こんばんは姫。こんばんざい。結婚、そう、結婚式帰りになっちゃう。どう頑張ってもなんか服着替えようかな。プレも相まって結婚式帰りになっちゃう。都内感じずに、え、そうなの、今日多いね。こんばんざい。決めた式に見たナイス予想。え、本当にマジで今日結婚式結婚式帰りの人になってる。恥ずかしいんだけど、服を間違えたよね、これ。ムレーヌさんこんばんざい。こんばんざい。絶対結婚しような出た。カイラこんばんざい。いい感じで好きです。あら、ほんと、だいぶ好き行くんですかみたいな。あなた結婚好き感強いけど、いい？ブーケちゃんと取れた。取れたってことにしとく。取れた。いい感じのコシャーツとかつけると、え、あるよ、ズリ。ちなみにつけられ、つけてみようよ。結婚式予想、今日のあの浴衣、オンライン楽市楽座の浴衣の時につけなかった白い髪飾りがあるんだけど、それをつけたらさらに結婚式の人になる。僕の時もそれでお願いします。一応言っとく。結婚式いいよ。ジュリ、千葉の見張り違うな。千葉の見張り、昨日最後に言おうとして時間足りなかったやつある。あ、絶対聞こえそれね、いや、なんか褒められちゃったからさ、これつけたらもうジリザ結婚式じゃない。ほら、めっちゃもう、あ、おめでとう、よかったねっていう人になっちゃった。最近配信してないからわからんけど、もうそろそろ送られてないかな。え、まだだった。よいしょ、こんばんざい。今夜も可愛いナイスよ、結婚しよう。嫌です。それで楽市じゃない。あ、結婚式女いいかもね。あり、あの、しかも新郎新婦じゃなくて結婚式の友人っていう手。ふけるっちこんばんざい。突然の結婚式にも、そう、あの、もし今すぐ結婚式あるよって言われたらいける。ジュリ、年内にお兄ちゃんの結婚式があるからさ、
ていける。クゾ可愛いわね。本当？やった。ま、もっとから褒めとくことしかなくない？そんなことはないけどね。そんなことあるか。あ、かわいい。これでいいの？これで可愛くなった？向こうもこのつくか忙しいみたいだから、もしかしたら。でも今日、夢中まだだった。イエーイ！ラビタン。推しメンと結婚したい。推しメンはダメです。モアちゃんはあげません。新郎新婦入場だね。これでいけるよね、ほんと。ここだけ見たら。千葉の見えっぱり、田舎の子っぽい？都会に憧れてる子？結婚式帰りだよね。これ今はね、これをつけたからね。これはやばいよ、さすがに。取れなくなっちゃった。あれ？おしめを褒めると何がないんだろう。コスメのことに関して話し合いがあるみたいだから何ともね。話し合いってセラッシェまあ、結婚しなくていいからとりあえずZしよう。どこにプランを。しかもこっちもあるの。2つあったの。でも今日つけたのは、あの成人式の時につけてた一部で、成人式の日の髪の毛をすごいことにしたんですよ。すごいことっていうか、あの鬼盛りじゃなくて、熱盛りじゃなくて、なんだろう、いろんなのをつけたうちの一部をこういうのをつけてたんですよ。成人式使ったやつをそのまま、成人式の時はなんかね、頭をあの羊とクラゲみたいにしました。羊クラゲヘアにしたんですよ、成人式の日に。なんかこれのつけて、まあ、なんかこれをつけて、ここにモコモコつけてとかやってました。成人式はなんで羊とクラゲにしたかっていうと、テーマをクラゲは普通に大好きなので、こんなこういうね、もうこんなんだった、こんなんだった。クラゲが好きだったので、なんかこういうのにこのパールを、なんだろう、こうやって垂らしたりして、でなんか羊のモコモコみたいな綿をファファファってここにつけて、こうやって、でクラゲみたいにパールをこう垂らして、でこういうリボンをつけて、お花もつけてた。すごく頭を持ってた。いい、あの鬼ギャルじゃなくてね。で羊にしたのは、成人式が羊年だったから羊にしたの。そしたらそんな人誰もいなかった。いや、みんな羊年かと思って、で羊にしようかって思ってやったら、そんな人誰一人としていなくて面白い人になってた。やっぴやっぴー、褒めることしかない、褒めるとこしかない。本当にブーケにがっつりです。結婚したくて必死な人じゃん。結婚式に招待された新郎の友達みたいで連絡先をさりげなくね。友達の結婚式でブーケとして受け取る気満々だとに嫌な。なんで？あ、え、それがなかったってこと？こないだのやつ。デートプランは食べ放題一択ですわよ。いいね、食べ放題。チリやっぱ可愛い。本当？おじいタツさんこんばんは。おしめも成人して5年経ちました。ジリ好き、イエイ。不思議ちゃんじゃん。いや、不思議ちゃんじゃん、うん、まあね、否めないけどさ、なんだろう、まあ確かにそうだね、変だった。頭がクジラ、クジラじゃないや、クラゲと羊にしてたけど、可愛かったんだよ。それが可愛いって思ってた、ジリは。全然想像できない。まあ確かに。すいません。申し訳ない。とりあえずやばいの分かった。ただでさえ面白さしかないの。おい！入荷待ちのヘッドフォンケーブル。いいじゃん。ゆいちゃんこんばんは。ゆいちゃんありがとう。
この間のやつただ感動して、あ、そうなの、ジリもお兄ちゃんの感動するかな、きっと。クラゲと羊食べ放題、いや、ジンギスカンじゃん。姉に録画してもらおうかなって思って、できたらしといてって言ったら配信ルーム間違え、え、でも嬉しかった、と、あの届くの待ってて。髪の毛の後ろはなんか防護をこう編み込みして、なんか後ろでまとめました、適当に。ジュリパンね、何ジュリパンってでもね、この後そのまんま個人ルームの配信もするので、よかったら見てね。私は妹の結婚式でお色直しのエスコートしましたよ、泣きながらだって結構すぐ泣くもんね、泣いてる印象結構ある。楽しみすぎてポスター開ける回数多くなる、かわいいチェキ待ってて。網タイツ、網タイツはあんま履かないな、ジリー気長に待って、あ、待って、またありそう、ゆっくり帰ってね、ありがとう。あなた白目綺麗、でもなんかね、ジリー白目綺麗ってね、なんかあのまこ先生にも言われたの、白目、あ、もう困った、言われたの。これすぐ落ちちゃうな。私はジレが好きです、いいこと。昨日も泣きそうだったんでね、元気なかったんだもんね、癒しの3分間。新郎のこと、新婦のことほとんど知らないのにお手紙で全部泣くかな。絵はがき発送しま、お、ちょっと楽しみにしててほしいな。今写真をみんなで見せた写真があったね、どこいたっけな、やばい、倒れそう、またすぐ倒れちゃう。ほんとジェリー結婚式の人なんだけど、どうしよう。ちょっと待ってね、あったっけな メールのやつ、ジュリパン、あ、失礼、パンダってことね。大学生の時ホテルでバイトしたんだけど、披露宴の時に死ぬ勝手にね、知らない人のでってことね。え、そのバイト絶対大変でしょ。あー、ないな、お腹なりそう。ジラちゃんの結婚の相手はプリンくんね。ポムポム？ポムポムプリンはさ、あ、プリンくんってことは男か。ちょっと待ってね。ないですね。もう全然知らない人の手紙に感情移入しちゃってね、バイトというよりはもはやお父さん確かに、でもそんな人が働いてたらさ、あ、いい人なんだろうなってなりそう。ジリ、うちおやすみ、ありがとう。腹の音聞くために音量、あ、でもね、今絶対ね、今は なりそうってならなかった。人が結婚するところはやっぱり感動するのかな、え、するんじゃない。パンって、お、何、勘違い、星になっちゃったよ。でもジリ、なんかお兄ちゃんがそう結婚式を今年あげるんだけど、なんか結婚することが決まった、ん、結婚することになりましたって、報告が家族に LINE に来て、でその、あ、おめでとうってなって、その時ちょっとライブだったのかな、で帰り家帰ったらお兄ちゃんがいて、結婚プロポーズが成功しましたみたいなことを言ってたんだけど、その動画を撮ってたの、お兄ちゃんが、プロ、自分がその結婚、奥さんに結婚するプロポーズの動画を隠し撮りみたいなのしてたのを見て、もうすでに泣きそうだった。まあ自分は離婚したんですけどね、ここで爆笑が来る、カカ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 笑ってないよ、そういう
選択肢もあるから。そうで、そのねプロポーズをしてる瞬間がお兄ちゃんこう隠し撮りして、すごいね真っ白な教会でしてたんだけど、貸し切りみたいなとこで。でも兄ちゃんがこのプロポーズをする前にまず自分一人が立ってて、その奥さん彼女さんが入ってくるまでにもう泣いてんのお兄ちゃんがまだ彼女がこう入ってきた瞬間にもうお兄ちゃんが泣いてる動画を見て、ちょっと笑ってたけどね、泣きそうになった。ジリパンはジリパンダのことと話、そうだよ、わしめんと結婚するために離婚したの偉くないそれジリアにめっちゃ非があるじゃんちょっと待ってね、今必死に探してるんだよ羊。でもないな、なんて言ったって5年前だからさ、携帯が違うんだよそもそも。この携帯じゃないからさないんだよ。みんながさ想像できないって言うから。友達は結婚資金しないでそのお金を生活に当てるって。ああ確かに、でもジリあげたいな。あどうだろう、あの大勢はちょっと友達いないから大勢は呼べないけど結婚式はしたい。でも今写真だけとかあるんでしょ。ちょっと待ってね、今真剣に一応探して見ているけどないね。ありそうじゃない。結婚式も新婚旅行もしないです。え、そうなの。あ、新婚旅行したい、旅行がしたい旅行がしたい。でもね、じゃあお兄ちゃんになの。友人少ないの厳しそう。友人がさいないからさ、呼べる友人なんてなおさらいないからさ、きついよ。あの身内結婚式とかでいいかな。新婚旅行はどこが、新婚旅行ってどこに行くの。あったかいところ。新婚旅行平和島で温泉入ろう温泉入ろう。あったかいところに行くのが普通なの新婚旅行は。普通何人から呼ぶんだろう。ね、どうなんだろうね、平均が分かんない。30とか。僕も友達呼んだら言う人より動物それ最高じゃん。パオーンとか言ってるの。30くらいかな、少ない。30が基本。でも人ってそんな友達いるもんなの。結婚式に呼ぶさ友達ってことは結構なさ親密じゃない。ちょっと待って、本当に全然ない、全くないな、全然出てこないというかない。あったあ、ちょっとあったけどね、全然伝わらない画像しかなかった。こんな感じで伝わりますか。あー全然わかんないね。羊クラゲっていうさ、伝わらないよねこれじゃ。画面が明るいのかな。わかる？携帯の画面が割れちゃってて中途半端な人ね、だよね。クソことよろだよこれわかる。ここに羊のさ、ポン羊のさ、これ羊のあれで、なんてパールとかつけてんの。結構ピンキリだって。200人超えはやばい。よくわからんよね、綺麗。ほんと成人式のさめでたい画像、あの白いふわふわを絶対につけたくなくて、成人式のあの何女子がつけるこの白いふわふわ、もうあれは
あれが本当にめちゃめちゃに嫌で、当時の二十歳のジュリアは19か、決めた時は19歳か、時のジュリアはどうしてもこの白のフォアファをつけたくなさすぎて嫌だったからつけなかった。画面画像、これもう我々ここね、ジュニアこれ昔使ってた iPhone ケースなんだけど、これ中野ひまわりとのチキが入っているの、このね、ここに iPhone ケースにね、中野ひまわりとのチキとね、ソロチキ、これとこれ、先着1名様にこれをね、こうやって入っててね、こうやってしてた。そうだ、ヤンキーが私はわかんないけど、それが本当に嫌で、わかるだよね、みゆちゃんおはよう、オンピッピ久しぶり、唐突な暇じゃ、そう私が欲しいです、これはずっとここに入れてた。僕だって録画面おしまいだもんあれ恥ずかしいけどね。まあそんな感じで、お日様ありがとうみんな。それいつの、これはこのツーショットチェキはひまわりが卒業してからのやつ。いやね、そんな感じで公式ルームありにして、今から個人ルームに移ろうと思います。お前急だなって思った、そこのあなた大正解。おめかしね、やっぱおめかししてるように見えるよねこれ、恥ずかしい。では個人ルーム移動するよ、来て絶対来て、バイバイ。今からそう二次会です、みんな個人ルーム二次会ぶち上げていこう、バイバーイ。おつありがとう、すぐ